これからの日本を待ち受ける問題。人口減少。年金問題。不景気の長期化。数字調整で好景気の日本。でも、本当の景気を表す実質賃金は低迷。税収は伸びないが、社会保障関連費はどんどん膨らんでいく。行き着く先は社会保障制度の崩壊。最近発表になった世界幸福度ランキングでも、 日本は58位。社会保障が不十分なのと他人への寛容さが足りないことで毎年順位を落としています。平均的な日本人が幸福を感じることは今後ますます難しくなっていきます。解決策はあります。日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。 この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。アマゾンを使ったビジネスは結果が出るのが早い。アマゾン輸出は儲かる商標を見つけるだけというシンプルさなので結果が出るのが早いです。 これは、オーストラリアアマゾンではなく、アメリカアマゾンですけど、私のサポートを受けた会員さん、ね、えー、昨年の12月に提出してもらった、えー、1ヶ月の売上です。1ヶ月。つまり30日で34,454ドル。約380万円ですね。31日間で22,157ドル。32日間で14,167ドル。32日間で1539ドル。32日間で6,828ドルと。 いう数字を上げています、まあ、ほとんどの会員さんは副業で始めてますんでね、まあ、副業で始めていつの間にか本業より儲かるようになって本業にしたというのがね、えー、今売り上げ上げたような会員さんのまあ標準的な何、えー、ですかね仕事の変化というかいう感じですただ今からアメリカアマゾンに参入しても初心者の方は稼げませんこれから一番稼ぎやすくなるアマゾン市場はオーストラリア 27年間、後継期続きのオーストラリア。そしてオーストラリアの人口は、先進国中で最も増加しています。さらに、世界一金持ちが多い国と。オーストラリア人はスイス人を抜いて、世界一の金持ちになりました。不動産の値上がり、株の値上がり、まこれらのね、要は、棚からボタンを押し的に、オーストラリア人はお金持ちになっています。 ですからね、頑張って苦労して稼いでるわけじゃないんで、金遣いも荒い。ちなみに先ほどの世界幸福度ランキング、オーストラリアは11位です。オーストラリアアマゾンは3年後に売上7兆8000億円を達成すると予測されています。日本アマゾンが1兆円を超えたぐらいですので、日本アマゾンの7倍の売上になります。これは オーストラリアの経済研究所の予測。ね。オーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろうと。これから稼ぎやすかった頃のアメリカアマゾン以上に稼ぎやすい状態になります。まあ先ほどのアメリカアマゾンのね、売り上げ、まあ1ヶ月380万円とか、まあそういう数字、あるいはそれ以上の数字が、まあこれからオーストラリアアアマゾンで上げることが可能になってくるということです。 日本に生まれたのに、アマゾン輸出をしないのは損です。日本製品はオーストラリアで高く売れます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。これは先ほどの幸福度ランキング、ね、順位が低いのも、要は賃金が安すぎるからなんですけど、まあ、賃金安いというのは、 日本だけの問題で考えると、日本国民にはありがたくないと。ただ、この流れはしばらく変わらないというか、もしかしたらもっと加速するかもしれません。しかし、ね、輸出をするための仕入れ場所としては、日本は、ね、最高と。30年前と変わらない物価と賃金でね、も、え、のー、を売ってる、えー、国なんていうのは日本以外にないです。そして私は今世界を旅行しながら暮らしてますけど、私の世界旅行も、 最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし、今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上を回って強く実感しています。何しろ、物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあると。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。 13倍。ソフトクレー、粘土ですね。5倍。あるいは色違いが10倍。または3倍と。ね、色,色によって違うんですかえ組み合わせによって値段変わるんですかということなんですけどね。まあ、値段変わるなあの、色とか組み合わせというよりね、あの、オーストラリア何しろ景気良くて、えー、日本のバブルの頃みたいな感じなんでね、あんまこの安いものでね、こんな高いのおかしいとか、 いう人はね、いないです。まあ、正確にはいますけど、少数派です。ほとんどの人が安いもんだったら、大して値段も気にせず買ってきます。そんなオーストラリアですから、アリフェタ100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。さらに、ね、日本の強みといえばやっぱおもちゃとかね、アニメとかですけど、まあ、例えばベイブレード。これ1328円で仕入れて、3倍の3776円で売れてると。それから、 オーストラリアアマゾンね、まだ始まったばかりなんで、えー、オーストラリアアマゾンで何売れてんのかなって探すよりは、オーストラリアの ebay で売れてる商品を見ると、どんな商品がオーストラリアで高く売れるかの予想はしやすいです。そんな ebay で見つけた日本商品、ね、えー、像印の追犯者、31,689円で仕入れて59、59,507円で売れてる。 同じく造獣種の炊飯舎15,230円で仕入れて32,014円で売れているものがあります。またはタイガー炊飯茶大きいね、主に業務用で使うやつ25,490円で仕入れて51,986円で売れてます。またはね、ヘアアイロン2469円で仕入れて6,867円で売れてます。ソニーワイヤレスコントローラー 8500円で仕入れて、15,122円で売れてます。コピック、ね、8849円で仕入れて、14,817円で売れてます。タミヤのプラモデル、戦艦ミカサ、7,708円で仕入れて、14,786円で売れてます。あるいはタミヤのプラモデルパーツ、ね、え、オートバイ、ドゥカティの、 え、オートバイのパーツですけど、こちらなんか1600円で仕入れて9069円。まあ、こういうニッチな商品だとね、こういうもっと倍率が5.7とか、下手すると20倍とかっていう商品もボロボロ見つかります。それから家庭用ホームスター、あ、家庭用プラネタリウムのホームスター。こちらは8335円で仕入れて14181円で売れてます。それからオーストラーアマゾン食品の販売を開始しました。お菓子も儲かりそうです。 ジャガポックル5,990円で仕入れて11,789円で売れてます。あるいは人気の日本ウイスキー4,320円で仕入れて12,359円で売ってます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。実はオーストラリアアマゾンはまだテスト運営期間中といったところ。 2018年6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと、アマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスも提供開始されたばかりです。2018年9月にシドニー物流センターがオープンしました。これで最大消費地のシドニーの住民がアマゾンの利用を開始します。 2018年10月に食品の扱いを開始しました。日用品である食品を扱うことで Amazon に訪れる頻度があがります。